どうも、チームヨーチャイス。ブラックです。では、今回もセブニングレバープ2021やっていこうと思うんですが、今回はですね、昨日紹介した動画ですね、ヤーニス監督紹介したんですけど、反響が良くて、高評価であったりとか、あとコメントもたくさん来てて、あの監督は結構ね、自分なりにかなりね、人選吟味したんで、ちょっとね、お伝えできればなと思うんで、今回ね、ヤーニス監督の人選徹底解説していこうかなと思います。今回こんな感じで組んだんですけど、主にね、すごい大事なところは2つかな。人選解説しながら言っていきます。はい、ということで、キーパー、いつもながらライブアップでいいキーパーでいいと思います。バックですね、これ3枚全員ライブアップで B なんですけど、これももうライブアップで重視で置いちゃってます。マルキーニュス、ジョン・ストーンズ、マンチーニということで、真ん中だけね、C って言うならば、ベッケンバウアーみたいな感じで、足元がある、センターバックを置くということで、ジョン・ストーンズかなりね、ボールコントロール、ドリブル、ボールキープとか高いんで、真ん中に何度も言いますけど、ダビド・アラバとか、ライ・カールトとか、あとはイバニスとか、それこそベッケンバウアーとか、足元があるセンターバック、今週のその中でも B のジョン・ストーンズを使ってるといった感じになってます。この監督の前に一番はここなんですよ。このサイドなんですよね。これを何を置くかなんですけど、この人選ですごい重要なところを占めてるのが、まず一番目がここのポジションですね。ビエラとマルディーニ。これ正直ね、替えがいないんじゃないかなと思ってて。でもビエラの場合はレジェンドでも別にいいよね。そう、ビエラはオフェンスセンスも高いし、守備力も高いんで、前に行って攻撃参加することもできるし、帰ってくる基準もめちゃめちゃ早いんですよ。相手のね、エースストライカーの選手とマッチアップするんですけど、サイドバックみたいな感じでビエラがいると結構その1対1に勝つことも多いし、サイドからクロス放られた時に192センチあるんで、ヘディングにも競り勝てるっていうのがあるんで、そもそもあとは足に当たるしね。そう、例えばじゃあプレーメーカーの選手、キミヒとかも俺置いたりしたんですけど、キミヒとかだってやっぱここの上がりないんですよ。ここはボックス2ボックスのビエラが結構マストになってくるのかなっていうふうには思います。カンテとかもね、守備数値はめちゃめちゃいいんですけど、前目の数値がね、やっぱりちょっと足りないみたいなところで、前目の数値も後ろ目の数値もめちゃめちゃある、そして対人がめちゃめちゃ強い、はい、ビエラっていうのはね、この監督だと一番手。あとはマルディーニですね。これもちろんアイコニックでも全然いいんですけど、こっち側を左ミッドフィルダーにしてて、マルディーニの方がビエラよりもやっぱり攻撃値かなり前に行く意識は強い、なんでやっぱこっち側はビエラを置いといた方がいい。ここまで例えばアーノルドとか攻撃的な選手を置いちゃうと前にばっか行っちゃうんで、ここのバランスっていうのはこのマルディーニとビエラが一番いいのかな。この監督の場合って攻撃から守備に切り替わった時に、このマルディーニとかビエラが中にこういうね、絞るような動きをするんで、この2人がね、守備、そして攻撃もですけど、鍵を握ってるんじゃないかなっていう重要な2人です。マルディーニの替えって言ったら、ダビド・アラバと、この人選組む重要なポイント2つ目、中盤ですね。この2枚なんですけど、これケシエとメドベドということって、試合動画の時にはそんな詳しく言わなかったんですけど、まずここの2枚のポジションで絶対必要なのがスタミナ。ここがもう圧倒的大事です。スタミナが99とか98しっかりないと、ここのハードワークすごい大変なんで、ここは絶対スタミナがある選手がいいです。攻守の能力があってスタミナが高い選手っていうのを配置するのは絶対必須かなと思います。あとここのポジションで言うと 2OMF にするのか、1枚 CMF にして1枚 OMF にするのか、それともダブル CMF にするのかみたいなパターンがあると思うんですけど、もちろん TV は間1枚 OMF、1枚 CMF っていうのを取ってて、ここのポジションが一番動くんで、ここはね絶対一つ言えるのはね、ボックスボックスがいい。これは間違いない。後半のサブで俺アンヘルコーレア入れるんですけど、これ2列目なんですけど、スタートは絶対ボックスボックスがですね。っていうのも、ここのスペース、ジオムジに走り回らないといけないんで、ここね、2列目とか置くと、2列目で縦の動きしかないんですよ、基本的に。ジオムジには走っていかないんですよね。ここはね、2枚はね、ボックスボックスの選手、それこそゴレツカとかも、ポグバとかもいるんですけど、そういった選手を配置しとかないと、ちょっとここのスペースが多分気になってくると思います。ボックスとボックス、他にアイコニックだと誰がいたの？ベッカムとかもそうですね。ゴレツカ、ポグバ、カンテ、ベッカムとかね。あとは、2列目として、使うんだったらブライアン・ロブソンっていうのもいるんですけど、できれば、ボックスとボックスが最優先かなっていうふうに思いますね。で、前線3枚は、これ正直、自分の使用感いい選手でいいと思います。ただこの3枚も一応ね、考えて配置してますね。まず左のルンメニゲは、確定ダブルタッチ持ちなんで、この3枚がですね、3トップなんですけど、基本的にはサイドに張ってます、選手が。左側はダブルタッチ持ちで、トラップ時に入れて、ちょっと中にすぐ入ってこれるように。スアレスの距離を縮められるように1枚エース的な選手で、ルンメニゲを置いて、1枚ホルランはこっちはワンタッチパスとスルーパス、こっちから
蹴ったりすることも多いんで、ここはねすごい万能的なパスとかも上手いようなラインブレーカーを1枚配置で、1枚のスアレスですね、まあ、今週調子いいんですけど、これが正直めちゃめちゃ強いです。この選手が、まあ、ラインブレーカーなんで相手のディフェンスラインをグッと下げるんですよね。下げた時にこのルンメニゲとかホルランがこう中に入ってきたり侵入してきたりするで、ケッシーとかネドベトもこう縦に入ってくるっていうのがあるんですけど、一番いいのが、まあ、これライン下げてめっちゃスアレスにねこの前のスペースが空くんですけど、ここに入れてあげてこのスアレスのねボディコンフィジコンが最大限に活かせるんで、ここで勝負する。もちろん速い選手とか置いてもいいんですけど、自分の場合はここはフィジコンボディコン強い選手で相手のセンターバックと球入れて1対1逆取り合戦みたいな感じの勝負をさせたいから、ここはフィススアレスを置いてるといった感じ。まあ、だからスピード重視裏抜け重視ってわけではないってことだね。大外選手で言うとフリットとかね、フリットあの体強い、まあ、ロナウドロナウドいいとかが、まあ、あの上がってくるのかなと。両サイド今回 ST にしてるんですけど、ウィングができるんで、あのインサイドレシーバーの選手、メッシとか入れてもいいんだね、メッシだったりとかサラーだったりっていう選手を入れるとよりね ST と OMF、CMF の位置が近くなるんで、はい、まあ、そこら辺の距離感っていうのもかなりいい感じに生まれるし、 そこら辺はね要するに自分の持ち物、そう全然そう、ね、持ってる選手と相談して、あの、ま、左ルンメニゲっていうほどでもないのかなみたいな、まあ好きな感じでいいと思います、うん、まあ本当ダブルタッチでなんか他持ってる選手はさ他でもいいよみたいなところで、こういった感じでねスタメンは組んでて、ベンチが、はい、イサクをまあライバップで C なんですけど、お守りみたいな感じで、まあ、イサク入れるとしたらスアレスと交換、そうですね。であとあのモラタも入ってて、モラタもだから調子のいい方を入れるっていった感じですね。モラタとイサクはまあ最悪あとイサクとモラタあの ST つけてルンメニゲのところに置いても、うん、まあ、爆撃機みたいな感じでラインブレーカーで斜め走ってくるんで、まあ、これも相当強いですね。あと、まあ、結構やるのがですね、今週ねライブアップデーがいいね、このマフレーズですね、これが結構強い。これならウィングで起用するんですけど、このマフレーズが左利きでかつしっかり、ね、スルーパス持ってるんで、この選手も、うん、ここにねあの結構入れちゃいます。このホルランのところにこうやって右ウィングとして入れると、この選手って、まあ、ホルランはラインブレーカーなんですけど、ウィングストライカーなんで走り組むのもいいし、でボール貯めることもできるんで、今週ねあのマフレーズみたいな選手1枚配置するのに、まあ、基本的にだから前線は自分の好きな選手でいいのかなっていう気はしますね。あとアンヘルコレはね後半の控えとしてリードされてる時とか負けてる時に、まあ、2列目攻撃的な選手を、まあ、ここで切っていくみたいな、まあ、これはジョレンテとかでもいいよね。ジョレンテでもめちゃめちゃいいと思います。本当に気をつけてるところで言うと、このスカットの重要なところっていうのは、まあ、さっきも言ったんですけど2つで、ビエラとマルティニのこの位置、ケシエとネドベトのところにボックスボックスかつスタミナの乾燥レベルの選手を置くっていう、あとのセンターバックとか前っていうのは、まあ、自分の好きな人選、自分に合った人選でいいと思うんですけど、まあ、一応狙いとしてはこんな感じで組んでますよっていうのはあります。コストも670っていうところで、はい、まあ、そんなに多くない感じなんで、まあ、その控えがいっぱい連れてける監督にはなってないんですけど、はい、だから今カツカツ、うん、みたいな感じでやってるんで、まあ、ライブアップデートとかがね C 環境になっちゃうと、まあ、より IM、 そうだ、ね、IM レジェンド、ね、とかには結構締めてくるのかなと、はい、まあ、本当面白い監督、ぜひ見かけたら、はい、人選組んで参考にしてみてほしいなというふうに思います。このゲームでチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。としょーさらぽー。